今さら私を哀れむのですか。決まりが待っている。先に行け。うっす。相手の出方次第ではやる。覚悟しておけ。頭ん中真っ白だぜ。老師に火があれば仕方ない。シーモア、お静かに。ユーナ殿が祈り子と対面中です。うるせえ。ユーナ、どうして。ジスカルのスピア見たぞ。殺したな。それが何か。もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私はあなたを止めに来ました。なるほど。あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど。命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしい。ならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら私もあなたと戦います。よし、シーモア老師。覚悟を決めなさい。老師様が相手でも私戦います。結構。そのひたむきな眼差し、実に美しい。最初からお前のこと気に食わなかったんだよ。ほう、それは誠に申し訳ない。なめんな。ロシ、もうやめましょう。
どうなってんだよ。私の闇を知るがいい。入れよ、アニマ。
ノリゴ様、力を貸して。アニマを退けたその力、何としても手に入れよう。
さ、私を哀れ者ですか。シーモア様、一体何が。俺はバッカ、気にすんな。先に手を出したのはシーモアだ。なんと、あなたたちが。言うな、送ってやれ。おやめなさい。反逆者の手は借りません。もう終わりだ。ちょっと待てよ、悪いのはシーモアだろ。それを説明すればみんな分かってくれるって。それほど甘くはないだろうが、とにかくここを出るぞ。嫌がらせかよ。な、申し開きの機会をくれ。他の老師たちへは私が報告しておきましょう。というと？
シーモア様はエボンの老師である前にグワードの族長ですから。やるってことすか。ここから無事に返してしまってはシーモア様が許しますまい。待ってよ。ほら、あのスフィアを見れば分かってくれるよ。これですかな。グワードの問題はグワードが解決します。どけ、走れ。